マウンド上には松山が上がりました。山本さん、結果的に4番が出ました。さあ昨日猛打賞岸田、今シーズンの第1号のホームランが出ました。岸田、この当たりはセンター岡林が掴んでワンアウトになりました。ただまだ一発出れば同点というシチュエーション。長野に対しては2球目、ここもストレートになりました。ここで打っていきましたがサードゴロ、5-4-3と当たってダブルプレー。松山踏ん張ってゼロに抑えました。気迫あふれるピッチングを見せました。今日3番手でマウンドに上がりました松山。このダブルプレーを取って吠えてベンチに帰ってきました。まだ今シーズン失点がありません。12球団最強のクローザーライデル・マルティネス。ここはストレートが入ってきました。ここでライトに上林、センターライトに岡林、センター上林、レフト三好と変わっているドラゴンズの守備です。先頭の萩尾を3球三振に打ち取りました。2球目と3球目違いましたか。はい、早い勝負2球目を打っていきましたが守備に入りました。三好が抑えて、こういったまだそれほどのシーズンの戦い。さあ最後は変化球で空振りの三振。これで開幕から21試合連続無失点のライデル・マルティネス。